はい、どうもこんにちは、もともと TV のもとでいいです。ということで今回はですね、こちらラダイトから出ている革製ジップペンケースを紹介していこうと思います。前回はですね、ラダイトさんのリベレーターシリーズの徹底解説っていう動画も出してるんですけども、まだ見てない方はね、ぜひそれも見てほしいんですけども、今回は僕もちょっと注目していたこの革製ジップペンケースということで、まず見た目がめちゃめちゃ斬新なんですけども、ちょっとまず置いといて、これね、実は3色あるんですけどもね、3色の中から1色ラダイトさんから1色選んでくださいっていうことで、僕はまあ3色めちゃめちゃね、どれもいい色だったんですけども、もう僕はブラウンを選んだんですよ。黒とかも良かったんですけども、まあブラウンでお願いしますってメールをね送ったんですけど、なんとね届いたのが全色、なんとね家に届くとこの3色全部届いたよということで、さすがラダイトさんって感じでね、前回のリベレーターシリーズの時も段ボール箱にね筆箱がぎっしり詰まってて、えこんなにっていうくだりがあったと思うんですけども、今回もさすがと言わんばかりのこの全色しっかり送ってくれたんで、一つずつねしっかり見ていこうと思います。ということで改めてね、このラダイトから出ている革製ジップペンケース、カラーラインナップが左からブラック、ブラウン、ワインという色になります。本体価格は4200円プラス税ということになります。本体が筒状のペンケースなんですけども、しっかりしたねプラスチックのパッケージに入っています。はい、開封するとこんな感じですね。ちょっと全ての色を近くで見ていきましょう。はい、まずこちらが王道の黒色ということで、めちゃめちゃかっこいいですよね。続いてこちらがブラウンですね。非常に落ち着いた色で馴染みやすい色となっております。最後にこちらワインですね。この赤みがかった感じがめちゃめちゃおしゃれでかっこいいですよね。はい、ということで代表してね黒色をちょっと見ていくんですけど、まずこの個性的で斬新なデザイン、これはねもうロマン好きの僕からしたらめちゃめちゃ心をくすぐられるんですよね。名前が革製のジップペンケースということで、ジッパーがぐるぐるとね、この螺旋階段みたいな感じでぐるぐると巻きついたデザインの筒状のレザーペンケースとなります。今までね革製のペンケースでこういったデザインはね本当になくて、新たな斬新な革製ペンケースの誕生かなと思ってます。ここにはラダイトのねロゴも入っています。でジッパー式ペンケースということでですね、普通はまあこの辺をねこう開けてこうペンを取り出したりするんですけど、ちょっとねまあやっぱりやってみたいというか、全部ねはい、全部ジッパーを開けてみるとこんな感じで1枚の長い革になります。これもなかなか面白いですよね。こういった筆箱はなかなかないですから、まあなんかクラスとかでね置いといたらなんか友達にいじられそうな感じもあるんですけど、戻す時もねジッパーに従ってこうやって戻していくとすんなり元の形に戻すことができます。こちら上質な天然の牛革を使用しているということで、めちゃめちゃねこう柔らかい素材でこう柔軟性があるというか、非常にね革製のペンケース、固めのペンケースとかもあるんですけども、こちらは結構柔らかめのペンケースとなります。もうめちゃめちゃデザインが斬新でかっこいいこのペンケースなんですけども、ペンをねどれぐらい入るか一回入れてみましょう。はい、今こんな感じでね、まあ適当に最低限使うようなものを入れてみたんですけど、ここにね消しゴムを入れてるんでちょっと空白があるんですけど、余裕を持ってペンを入れれる容量は6本から7本ぐらいになるかなと思います。まあそこまで大容量な筆箱ではないんですけど、まあ僕みたいなロマン好きの方はめちゃめちゃねこう心くすぐられるデザインの筆箱なんじゃないかなと思います。これ筒状のね筆箱はカバンに入れてても全然かさばらないので、スペースを取らないっていう面でもね非常にいいかなと思います。こちらの革製ジップペンケース、ブラックだけじゃなくてねブラウンとかワインもあるんで、ぜひ気になった方はチェックしてみてください。下の概要欄にですねラダイトの公式ページとこちらの革製ジップペンケースのリンクなんかも貼ってますので、そちらから見てみてください。ということで今回はロマン好きにはたまらない革製のジップペンケースの紹介でございました。最後までご視聴ありがとうございました。それではねまた次回のもともと TV でお会いしましょう。